こんにちは、けななです。今日はこの本ね、ライリーブレイクのデザイナーさんのロリホルトさんの本、前回の動画でちょっとご紹介してます。中身は見せたらダメかな、ちょっとその辺のね、著作権の問題がわからないんで中は隠してましたけれども、この表紙ならいいかなと思って表紙写してます。この本ね、あるショップでラストワンになってたので買ったんですけども、 Amazon で探したらなかったから、多分すごいレアな本なのかなと思います。ちょっと変わった本ですね。ここも一緒だからお見せしますが、こういう風にしてなんかスクラップみたいになってて、まあ題材もスクラッピネス is ハッピネス、スクラップで作るのは楽しいねということだと思うんですけども、まあ、こんな感じでここは大丈夫かなと思います。9パッチの四隅が4パッチっていう風に布をね重ねて、でここ白の布でこうすると全体的にこうなるっていう、好きですね。アシャンパックのサイズで作りやすいからね、これも作り始めてるんですよね。まあ、個人的に作ろうかなと思ったんですけどもね、何やったら動画回そうかなと思って今回し始めてるんですが、18センチの厚紙、まあ何かね作りたいパターンがあったらとりあえずね作ってみるんですね。私布の布でとか考えずに、まあチャームパックたくさん色があるのでそういうのしやすいんでね、まあ、私チャームパックが好きだから一応チャームパックもたくさんあるんですが、一番新しいのでやってみようかなと思って、これが向いてるとか向いてないとかっていうのもあるんですが、まあとりあえずやってみる、まあこれが一番大事だと思ってるので、はい、こんな感じで、これロリホルトさんの本ですけども、まあこれトラディショナルなパターンなのでちょっと参考に本の中を写してます。この大きな布のサイズが18センチで、四隅に4パッチがある、全体的なサイズも18センチ、そしてこの四隅の4パッチの一辺が3センチ、それと中心と1、2、3、4、4つ、これが6センチ、こんな感じのパターンでこれ一つやってみたいなと思って作り始めてます。前回ご紹介したフェブライズシングスの生地、それでね一応新しい作っていこうかなと思ってます。今まで販売して、まあ、12パック3パック入ってるうちの1個だけね自分のものとしてねこういう風にして置いてるのがたくさんあって、もちろん作品にした残りとかもあるんですけども、これも私の宝物ですね。まあ、いつ作れるかわからないけども、手に持ってるだけでワクワクするのはまあ昔からだし、まあ、キューターさんみんなそうだと思います。でも私の場合ね、あのお店を持ってるので、まあ、商品と自分のもんというのはもう、まあ、線を引っ張ってね分けとかないといけないから、こんな感じで自分のもんというボックスはこんだけですね。あとは全部ねお店のものなので、そういう感じで自分のもんとして使うのです。すごい本当ドキドキするんですよね。前みたいにちょっとチクチクしながらお話できたらなと思ってるんですが、まあ、あのいろんなところで言ってますけども、まあ、ここ徳島で知り合いもいないということでね、まあ、喋らないとね脳が老化するし、喋りたいなと思って、まあ、誰かと喋るという、一人で喋ってるのも私好きなんで、並べてちょっと説明しようかなと思います。中心がこれ6センチ。このシャンパから切り抜いた6センチの並べて、そして白の布、これもフェブライトシングスの中に入っているこの白っぽい布を抜き取りました。横に引っ張って伸びる方が横地、こう伸びないのが縦地で、こうしてここにね鉛筆でいいんで縦線描いておきます。まあ基本中の基本ですね。こう縦に並べます。でこの四隅が4パッチなので、この3センチの型紙で白2枚と、まあ何でもいいんで赤とか、まあ、対照的に色が変わってってくれる、こんな感じ、緑と赤3センチ3センチ、白白っていう風にして切って、こう色付きが並ぶようにして並べます。これも基本縦地に置いていきます。はい、こんな感じ並べました。この4パッチの並べ方がね、濃い方がこの内側に来るっていう、こういう風にしてこのラインが走るから、色付きの方をこの端に持ってきます。この角に当たるようにね、全体的に見たら9パッチ、部分的に見たら4パッチとこの1パッチがある感じで投げていきます。そしてこの寸法取りなんですけど、これ 12.7 センチ、これ6センチを縫い代をつけると横に3センチ分空くんで、ここに取ってるんですけども、本当ならば2つ取ってちょっと余るっていう感じがいいんですけども、本当にギリギリ5ミリぐらいの縫い代にしたらここ3つ分取れるから、まあねもったいないからそういう風にして取ろうかなと思ってます。3つ分とここ2つギリギリ取れるかな、2つはちょっと無理かな、まあそんな感じでね
ちょっと縫い代が、短くなりますが有効的に取ってます。まあ、何を喋ろうかとかいうね、その目的はないんですが、これはね、一つね、なりました。まあ、こんな形でお話しするのが、まあ、制作だけを見たい方はね、YouTube 飛ばしてもらったらいいし、お話ちょっと聞いてみようかなと思ってくださる方はね、こう縫いながら聞いといてくださったらいいかな、このやり方がいいかなと思います。結構 YouTube いろんな方の登録してるんですけども、まあ、見てたらね、こんな感じね、繋いだらこれ、四角つなぎ。基本の四角つなぎ。まあ、人気動画っていうのを表示できるんですけども、私の場合はね、やっぱり基本のパッチワークのね、基本っていう動画が一番人気で、まあ何万回数かね、されてました。まあ大したことないんですけどね、私なんか。100万回ぐらいでね、やっと、ね、収益すごいことになるという感じで、まあ、よそ様のことわからないんですけども、それでね、暮らされてる方って、YouTube 一本でお仕事をされてる方っていうのは、やっぱりその再生回数すごい気にされるみたいで、そりゃそうですよね、それが仕事なんだから。再生回数が取れる動画っていうのをね、もう上げ続けないといけない分ね、人気の YouTuber さんはスランプに陥ったりね、突然休業っていうのを言われたりね、いろいろあるんですよね。私もね、もう端くれながらね、よくわかります。やっぱり YouTube を撮るということを仕事にしてると、本当に波があってね、すごい乗ってる時と全然乗らない時があってね、まあ、私の場合はこうして作品を作ってたらいいからいいけれども、ただのこう大食いとか何か人目を引く企画とかね、しながら YouTube をしないといけないっていうのはね、本当に大変だと思います。 YouTuber の端くれだから、その気持ちすごく分かってね、私もあるんですよね。まあ、作品作りっていうもののモチベーションは全く下がらないんですけれども、こういうふうな時間がかかるものだから、やっぱりね、作り始めたらね、YouTube 撮っとこうかなと思うんですよね。そしてこうやって喋りながらね、するのも楽しいんですけれども、やはりね、やっぱり自分で黙々とするのとは世界観が違ってくるから、その住み分けというか、まあ、区別がね、難しいです。でモチベーションを保つのも難しい。四角つなぎっこしてきました。これをね、この4つ作っていき、自分自身のね、メンタルをね、一定に保っとかないと、こう声を出す仕事だからね、なかなかね、メンタルがやられてる時っていうのはね、声も沈むから、まあ、なんか元気ないですねとかって、言われたりするんでね、なるべく一定したメンタルでやりたいなと思ってるんですけども、なんか難しい時があってね、もともと躁鬱感がある人だったので、それはまあ今はもう、まあ、こういう時期だなって乗り越えれたり、まあ、乗り越え方みたいなものをね、もう学んでしまってるからあるんですけども、やっぱりね、落ち込む時があって、今ちょうどそういう時期かな。落ち込むというか、なんていうか、何もしたくないっていうか、で何もしたくないと思ってただただ寝転んで映画見てたら、こんなことしてていいんかなとか、はつらつとして動き回らなあかんの違うかなとか、で家事をね、サボりながら寝転んでたら、あ、家事しないとなとか、この作品の続きがあったらね、作品作らだなとか、続きやらだな、でもなんかやる気出ない、今日はしたくないなとか、なんか悶々とこう戦いながら映画見てるとかあるんですよね。で、はたから見たらね、なんかこう優雅に映画見てるっていう風にして、お気楽な奥さんっていうね、私なんかちっぽけな人間でも、まあ、心の中でいろいろ葛藤があって、それと戦ってたり悶々としてたりね、上がってこないそのテンションを自分で持て余してしんどかったりね、まあ、口に出さない、表情にも出さない、まあ、そういうのを映画の中でも描かれてて、みんな同じなんやなって思うことでなんか救われたりするんですよね。見る人が見たら面白くない、何やこれっていう、ただただ長いストーリーやなっていう感じだけど、私なんかすごくハマっちゃってる。こんな感じですごく、これは5ミリくらいしか縫い代ないかな、縫い代ね、ちっちゃくなってますが、まあ、手縫いで縫ってるんで気になりますが、こんな感じで進めてます。他の方の YouTube も見てますが、まあ、その中でね、同じような、その見る側としてじゃなくて、まあ、YouTube を作る側としてのね、視点からも見てしまうんですが、まあ、炎上ってね、されますよね。私10年ぐらい見てるチャンネルが多くって、中にはいろいろな時期があって炎上してる時期もあるんですけども、私は基本ね、すごく心で応援するタイプでね目立ってね、コメントを残したりいいねとかもしたくて、ただただ見てるっていう、
そして私の応援の仕方はね、その炎上した時に、ね、登録解除とかしないんですよね。そして内容に興味がなくなったり、そのなんかマンネリ化してるなと思って、面白くないなと思って見なくなっても登録を解除しないんですよね。それがなんか密かな応援というかね。でコメントをもう残さず、いいねもしなくて、でもひっそりと応援してて、炎上しても何しても登録者が急激に減りましたって言ってもそのままにしとくというね。そしてまた復活してきやった時にすごく喜んで、また陰で応援するっていうタイプの視聴者なので、そんな感じでね、まあ自分がそうだからね、私 のチャンネルをね視聴してくださってる方も、あのね、ルイは友を呼ぶで同じような方なのかなと思います。本当に10年ぐらい前から見ているバイリンガールのチカちゃん、バイリンガールがどういう風にして出来上がるのかっていうのは興味があって、まあ、その時はチカちゃんも独身で、あの英語をね教えてくださってたんですけども、そこから結婚されて今子供さん2人おられてね、本当に子供さんがバイリンガール、日本語も英語もネイティブというね、あのそんな感じで今また活躍してらっしゃるけれども、数年前にも大炎上して大変なことになって活動を休止されてたんですよ。でその時に怖いなと思ったのがね、今まですごい熱狂的なファンだと言ってた方が手のひらを返して、その彼女を糾弾しだしたっていう、そして彼女もすごく怖くなって、今でもコメント欄は閉じていらっしゃるのかな。で本当に応援をされる方はここにあのメールくださいっていうメールアドレスが書かれてる状態なので、こんなにちょっとはっきり見てないかわからないんですけど、やはり未だにねコメント欄を封鎖してはるっていうことは、そんだけダメージを受けたということだと思うんですよ。人の変化というか手のひら返しというか、やっぱりこの成功しだすとね、人がね妬みみたいなものが生じて、でも言葉では応援してて、心の中でそのいいなとか羨みとか妬みとかひがみとか、そういうものが増大してきて、で炎上すると手のひら返して、その糾弾する方に、批判する側に回っていった人がいるっていう、怖いですよねそういうの。友達やと思ってた人がパッと見たら、やいのやいのって批判する側にその顔が見えると、えってなって人間不信になりますよね。彼女をすごい心で応援してて、で今は大復活を遂げてね、アメリカでまた旅動画を上げてくださってるから、もう楽しみに見てるんですけども、まあそんなね応援の仕方もあっていいのかなって思います。密かに応援するっていう私のやり方なんで、まあそんな応援の仕方しか私はできないんですけれども、まあなんかゆっくりでいいっていうのはそういうこともあって、ゆっくりねチャンネルが成長していってくれたらいいなって思ってるんですね。できました。でこうなったら、あのミシンの時は1回1回アイロンかけるんですが、まあ手縫いの場合はそのまま塗ったらいいんですけども、まあなんか癖でアイロンかけて、まあ時計回りでも半時計回りでもいいんですが、レシをぐるっと一周回ると中心がねこうして風車のように倒れます。こんな感じで4枚アイロンかけていきます。こんな感じでアイロンかけたので、このねこことこことここですね、まあ縦のラインで揃えて、こ中心の方の角が色の布が来るようにして、はい、縦につなげたので今度横につなげます。最初は私の場合は縫い針で待ち針代わりに留めときます。そしてこことここ、まあ、たくさんつながってる方を手前側に持ってつないでいきます。今青が痛くなる前に喋ってたのに全然カメラ回ってなくて、いやびっくりしちゃった。最後ねもう顎が痛いから喋るのやめますって言ってカメラ切ったら、カメラがスタートして回ってなかったやんっていう感じで、もう一回同じこと喋るのもありやから、喋った内容はね、まあ、今日ねまた記事届きますよっていう感じで喋ってたんですよ。野田さんの先物っていうかね、新作以外はね普通に仕入れサイトにね上がってくるのを買うんですけども、週に何回か新しい記事がアップされて、まあバックナンバーなんですけどもね、その中から私の好きなシリーズとか買いそびれたシリーズとかが出てくるとね、衝動買いしちゃうんですよ。で今回も可愛いアニマル柄と大柄のお花仕入れました。最近ね在庫見たら白地とかこういう小花ばっかりだったから、大柄のお花と合わせたいなと思ってね。皆さん、まあ写真見てサイトで買うんですが、
実物見てがっかりしたことは一回もないんで、これすごくいいですね。写真よりも絶対いいというかね、光沢もいいし、やはり寝室を落としてないから単価を上げざるを得ないっていうことだと思うんですよ。私そっちの方がいいなと思って、食べるもんも品質を落として値段を維持するよりは品質そのままでこれが好きっていうものをずっと手に入れたいと思う方なので、まあ生地も仕方がないのかなと思いますね。結構上がってるけれども、材料費とか輸入コストとか、まあ、いろんなものがあって上がってるので、まあ、海外のものも上がってるけども、日本の生地もねちょっとずつ上がってきてるから、まあ、しょうがないのかなと思いますね。でもね、いいものをやっぱり手にしたい、こう乗ってても気持ちがいいし、私も動画の中で散々言いますけども、ネキナナキルトの接着芯、キルト芯本当に気持ちがいいのでね、気持ちがいいという言い方どうかな、いや本当手触りがいいんですよ。そして仕上がりもいいし、針通りもいいし、やはりねちょっと高いけれどもいいものはいいということで、そうしてね使ってもらったらねもう戻れないと思います。まあ、安いのもねたくさん手に入る時代なのでね、まあ、それでいいという風な考えだったら、まあ、それでいいと思うんですけども、一回いいもの使うとね戻れないですね。常にこう手にして作っていくもんだから、この手触りがいいとね本当にモチベーションが上がりますね。最近はもう全幅の信頼でモダさんの生地ばっかり使ってますが、待ってる時が一番楽しいですね。モダさんも優秀な会社なので、次の日に届けてくださるから、まあ、大阪の会社から、まあ、ここ徳島海渡って次の日に届くんです。すごい感動します。はやっとトラックついたんじゃないかな。トラックの音がしてから玄関に行ったら届いてました。昨日の2時にモダに頼んだものがもうね届いてます。今朝の10時半ですけど、すごいなって思いますね。赤ちゃんのキルケットに作ったこれ、中心にこういうベビー柄の生地を配置して、これよりも可愛くなるんじゃないかなっていう生地を見つけたんで、うさぎさんとかね、これ娘の赤ちゃんの時のキルケットなんですが、これを作りたくて中心に配置する生地。これどうしたのこれ、あんまりこういう生地入れないんですが、可愛いなと思って風船を持ったうさぎさんとか、あまたビニールかぶってます。今届いたばっかり、嬉しくて動画回してる最中だったからこうして喋ってます。これとこのグリーン、まあシリーズは違いますがぴったりやしいいな思って、でこのグリーンもよく出ますが、これいいでしょう。こんな感じで届きました。嬉しいな、本当に衝動買いが最近すごいんで、ちょっと落ち込むことが最近多いからメンタルがね落ちて、まあ、こういうものを買ってメンタル上げようかなと思って、こんな感じで入ってます。はい、お話ししてる間にこんな感じで出来上がりました。これねいっぱい作ってこう並べていくと、先ほどお見せしたこんな感じにねなると思います。なかなかこの感じにするにはこれ何枚も作らないといけないからできないんですが、これ作りながらでしたが、ちょっと支離滅裂な動画ですが、こんな感じで終わります。これはまた増やしていこうかなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。